大葉王子以前、没年不詳は、アスカ時代の皇族。美達天皇の第三王子。母は、春日老女子。同母兄に、南波巫女、春日巫女。同母姉に、桑田王女。別の記述では、大ー王とも書かれることから、美達天皇の孫、大ー王と同一人物と見る説もある。女名天皇八年に、官人の勤務制度について、大臣の、 曽替えぞに、今より以後、うの初めにあっさりて、身の後に、たいだいよりて金を持って、不死とせいよと意見を出しているが、無視されている。水戸天皇十二年に朝礼を改むとあり、旧門の出入りには二つの手を持って、地を押し、二つの足を持ってひざまずいて、門の内外の仕切りを越えて立ってゆけ、となり、すなわち、寄付礼を行わせているところから、水古天皇の時代には、 ちょうど、朝庭を備えた大王の宮で、朝産、朝正がすでに行われていたようである。随所、和国伝によると、海王二十年の遣隋使の際に、和王が夜明け前から生を聞き、火が出ると生務を停止していることを、皇祖が、これ大いに義りなしと改めさせた、とある。なお、大化三年、皇徳天皇が、 おごり宮りにて礼法を定めた内容によると、有意者は、虎の時に、難問で列を作って、日の出を待ち、日の出と共に朝庭に行き、再培して成長に入ること、馬の時になったら、退出せよ、と決められている。皇玉天皇元年、女名天皇の体操では、小瀬徳太が、王葉巫女の代わりに類を述べている。この頃、ミ巫女は、王族中の最年長者であり、 天皇のおじとして、類をする立場にあり、慶美子の代理やわた西木や、蘇我園の代理代とも長徳らより先にいるよう、述べられていることから、当時の大パミ子の地位が高かったことがわかる。ありがとうございます。